おはようございます。ただいまの出席議員は8名です。定数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。本日の記事日程はあらかじめお手元に配布した通りです。なお日程第1議案第3号から日程第25諮問第1号までは全員協議会で説明を受けていますので申し添えます。日程第1議案第3号平成31年度東日本大震災等による被災者に対する徴税の減免に関する条例の制定についてを議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決をいたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。議案第3号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第3号は原案の通り可決しました。日程第2議案第4号双葉町森林環境基金条例の制定についてを議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決をいたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。議案第4号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第4号は原案の通り可決されました。日程第3議案第5号双葉町工業団地造成事業特別会計条例の廃止についてを議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決をいたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。議案第5号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第5号は原案の通り可決されました。日程第4議案第6号広域的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正についてを議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決をいたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。議案第6号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第6号は原案の通り可決されました。日程第5議案第7号職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部改正についてを議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決をいたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。
議案第7号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第7号は原案の通り可決されました。日程第6議案第8号特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題とします。直ちに質疑に入ります。次ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決をいたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。議案第8号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第8号は原案の通り可決されました。日程第7議案第9号災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決をいたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。議案第9号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第9号は原案の通り可決されました。日程第8議案第10号東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例の一部改正についてを議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決をいたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。議案第10号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案元へよって議案第10号は原案の通り可決されました。日程第9議案第11号双葉町海浜公園条例の一部改正についてを議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決をいたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。議案第11号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第11号は原案の通り可決されました。日程第10議案第12号双葉町消防団設置等に関する条例の一部改正についてを議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。7番岩本久人君。はい、全員協議会でも説明をいただいておりますけれども、消防団員の点数、かなり厳しい状況で、今後どんどんその定数が減って各分団の、状況も厳しいので、
どんどん分断 の団員数が減ってくるのかなと思うんですが、この125名というのは大きな削減かと思うんですけれども、まあ、現状、まあ、この125名の定員、まあ、適正な定員だというふうにお考えなのかどうかお伺いします。町長伊沢志郎君。はい、岩本議員のご質問にお答えいたします。まずこの今回の条例改正の消防団員の定数125名、この定数に対して適正であるかというふうな、お正しだったと思います。これ現行の定数からかなり削減しておりますけれども、現状議員の皆さん方も消防の検閲式に出席されておりますので、状況はご存知だと思います。なかなか全国に避難をしている消防団員の皆さんが、まあ、年1回とはいえ、その検閲式に出席をされる数がこちらで数年間やっておりますけれども、あまり芳しくないと。で、ほとんど今の現状で、これ被災状況のせいではありますけれども、消防団活動というのがほとんどできていないという状況でありながら、まあ、大変な状況でありながらも、全国から駆けつけてくれる消防団員、さらには、なかなか出席参加ができない団員があったりして、そういった場合の状況で、やはり今の現状を考えたときに、これ経費もいわゆる消防団員の報酬ということで、毎年町としては支給をさせていただいておりますけれども、そういったものに関してやはり適正な部分で考えていかなくてはならないだろうということで、数年間にわたって担当課の方でいろいろ考えておりました。そういった中で今の現状を勘案したときに、この数字が適正ではないかというふうな判断に至ったというふうに報告を受けております。私自身としましても、町長に就任以来6年になりますけれども、その検閲式数年間やってきまして、これは致し方ないのかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、議長。7番、岩本久人君。はい、ただいま町長の方からも団員の皆さんも県内県外に避難している状況の中で、なかなか指導するにも厳しい状況の中で、それぞれ、分団、それぞれ消防団から離れていく方が多くなるわけですけども、まあ自分たちの地域は自分たちで守るというのが、まあ、消防団の基本的な考えだというふうに思うんですが、まあ、今後その125名の団員数を、まあ、維持していく意味でもいろんな対策がこれ必要なのかなというふうなふうに思っておりまして、まあ、55歳の定年ということがありますけれども、まあ、例えば定年延長するとか、OB 組織を結成するとか、それぞれこれからも対策を講じなければいけないなというふうに思っているんですが、まあ、その辺のところ お考えがあるのかどうか最後に お伺いしていきます。町長伊沢志郎君。はい、岩本議員の再質問にお答えいたします。今の現状、まあ、この今回の条例改正であります、まあ、定数を削減するという条例でありますけれども、まあ、今後新たな、まあ、OB の組織編成であったり、新たな組織作りというふうな考えあるのかというふうな今お正しだったと思います。まあ、そのことにつきましては当然、まあ、全庁避難という状況はいつまでも続くとおりませんし、続くと思っておりませんし、将来双葉町に帰庁するときに必ず消防団員の皆さんにはこれ貢献していただける組織にならなくてはならないと思ってますので、今後新たにどういうふうな組織再編、また新たな組織作りということも含めてどういうふうにしたらいいのかというのを考えながら、内部で一応検討させていただきながら、その今議員からご指摘あったことに対してはいろいろと検討してまいりたいと思います。他にありませんか。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより
採決をいたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。議案第12号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第12号は原案の通り可決されました。日程第11議案第13号双葉町産業交流センター建築工事請負契約の締結についてを議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決をいたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。議案第13号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第13号は原案の通り可決されました。日程第12議案第14号平成30年度双葉町一般会計補正予算括弧第5号括弧を議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑は説明書により歳入から行います。第1巻徴税、第2巻地方徴用税、第3巻利子割交付金、第6巻地方消費税交付金、第7巻自動車取得税交付金、第9巻地方交付税、第10巻交通安全対策特別交付金、第12巻使用料及び手数料、第13巻国庫支出金、第14巻県支出金、第15巻財産収入、第16巻給付金、第17巻繰入金、第19巻諸収入。採出に入ります。第2巻総務費、11ページ。第3巻民生費、第4巻衛生費、第6巻 農林水産業費、第7巻商工費、第8巻土木費、第9巻消防費、第10巻教育費、第11巻災害復旧費、第13巻諸支出金、第14巻予備費。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決をいたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。
議案第14号について原案の通り決することに賛成の方は起立に願います。起立全員です。よって議案第14号は原案の通り可決されました。日程第13議案第15号平成30年度双葉町国民健康保険特別会計補正予算括弧第3号括弧を議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑は説明書により再入から行います。第3巻国庫支出金、第4巻県支出金、第6巻繰入金、歳出に入ります。第1巻総務費、第2巻保険給付費、第3巻国民健康保険事業費納付金、第8巻予備費。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決をいたします。この採決は起立によって行います。お諮りします。議案第15号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第15号は原案の通り可決されました。日程第14議案第16号平成30年度双葉町公共下水道事業特別会計補正予算括弧第3号括弧を議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑は説明書により再入から行います。第3巻繰入金、第5巻諸収入、歳出に入ります。第1巻公共下水道事業費、質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決をいたします。この採決は起立によって行います。お諮りします。議案第16号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第16号は原案の通り可決されました。日程第15議案第17号平成30年度双葉町工業団地造成事業特別会計補正予算括弧第2号括弧を議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑は説明書により再入から行います。第2巻繰越金、歳出に入ります。第1巻諸支出金、第2巻予備費。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決をいたします。この採決は起立によって行います。お諮りします。議案第17号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第17号は原案の通り可決されました。日程第16議案第18号平成30年度双葉町介護保険特別会計補正予算括弧第3号括弧を議題とします。直ちに質疑に入ります。質
質疑は説明書により再入から行います。第3巻国庫支出金第4巻支払い基金交付金第5巻県支出金第8巻繰入れ金歳出に入ります。第2巻保険給付費第6巻諸支出金第7巻予備費質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決をいたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。起案第18号について原案の通り決することに賛成の方は起立になります。起立全員です。よって議案第18号は原案の通り可決されました。日程第17議案第19号平成30年度双葉町後期高齢者医療特別会計補正予算括弧第2号括弧を議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑は説明書により再入から行います。第6巻諸収入歳出に入ります。第5巻予備費質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決をいたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。議案第19号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第19号は原案の通り可決されました。休憩します。35分から始めます。会議に戻します。日程第18議案第20号平成31年度双葉町一般会計予算を議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑は予算説明書で巻ごとに再入から行います。3ページ第1巻徴税第2巻地方徴用税第3巻利子割交付金第4巻配当割交付金第5巻株式等譲渡所得割交付金第6巻地方消費税交付金第7巻自動車取得税交付金第8巻環境性能もとい環境性能割交付金第9巻地方特例交付金第10巻地方交付税第11巻交通安全対策特別交付金第12巻分担金及び負担金第13巻使用料及び手数料第14巻国庫支出金第15巻県支出金第16巻財産収入
第17巻給付金、第18巻繰入金、第19巻繰越金、第20巻諸収入、18ページから歳出に入ります。第1巻議会費、第2巻総務費、49ページ第3巻民生費、49ページ、1番緒方昭弘君。質問事項は、60ページの、民生費の60ページの ICT 絆支援システム運用支援 業務委託料ということであります。で、何を聞きたいかというと、まず私も議員になってまた3年目迎えようとしているぐらいなんですが、財源どこから予算が出ているのかということと、あと金額的に1億3750万、まあ、それなりに大きな金額なので、1年間、まあ、例としては参考例は去年だと思うけども、1年間の利用者数、その2つちょっとね教えていただきたいと思います。町長、伊沢志郎君。緒方議員の質問にお答えいたします。財源、あとは1年間の利用者数ということで、秘書広報課長に説明させます。はい、板倉秘書広報課長。はい、緒方議員の質問にご説明をいたします。と、財源は福島原子力災害避難区域と基幹再生加速交付金になります。で、利用率でありますが、毎月変動はありますが、約 70% から 80% の利用をいただいております。70から8、あ、ごめんなさい、はい、山田義弘君。はい、70から80たってっていうのは、70から80っていうのはパーセントっていうのは何に対する、70% なんです。ちょっと、あ、機械の台数なの。ああ、そう。あ、はい。町長、伊沢志郎君。はい、緒方議員の再質問に、秘書広報課長から説明させます。板倉秘書広報課長。はい、緒方議員の再質問にご説明をいたします。とタブレット端末は約町民の各世帯、希望する各世帯2100台を配布しております。その中で毎日利用いただいているのですが、それで 70% から 80% 毎日こう見ていただいて、だいたい月ですね、平均そのぐらいの利用になります。はい、緒方昭弘君。はい、ICT のそのタブレット PC の教室ありますよね。で、私はもちろん毎日見てますけども、で、今月のその講座というふうな項目があって、スケジュールが分かっているというふうな状況なんだけども、要するに延べ利用者数っていうのはっていうことなんだね。だからその、配布したタブレットに対する、利用者の割合っていうよりも、その講座、学びに来た人たちがどのぐらい、いるのかなということをお聞きしたいということ。町長、伊沢志郎君。はい、緒方議員の再々質問にお答えいたします。今のご質問に対して、秘書広報課長の方から説明させます。はい、板倉秘書広報課長。はい、とまだ今月終わっていませんので、今年度ではなく昨年度ですね、昨年度の参加者数は延べ459人、開催した会場数が67カ所になっております。いや、3回終わりました。はい、その変わりませんか。その変わりませんか。
第4巻衛生費61ページ。第5巻労働費66ページになります。第6巻農林水産業費71ページになります。第7巻商工費第8巻土木費第9巻消防費78ページ第10巻教育費第11巻災害復旧費93ページ第12巻交際費第13巻諸支出金第14巻予備費質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決いたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。議案第20号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第20号は原案の通り可決されました。日程第19議案第21号平成31年度双葉町国民健康保険特別会計予算を議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑は予算説明書で間ごとに再入から行います。3ページ第1巻国民健康保険税第2巻使用料及び手数料第3巻国庫支出金第4巻県支出金第5巻財産収入第6巻繰入金第7巻繰越金第8巻諸収入8ページ歳出に入ります。第1巻総務費第2巻保険給付費第3巻国民健康保険事業費納付金第4巻財政安定化基金拠出金第5巻保険事業費第6巻基金積立金第7巻諸支出金第8巻予備費質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決いたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。議案第21号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第21号は原案の通り可決されました。日程第20議案第22号平成31年度双葉町公有林整備事業特別会計予算を議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑は説明書で間ごとに再入から行います。3ページです。第1巻繰入金歳出に入ります。
4ページ第1巻農林水産業費、第2巻交際費、質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決いたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。議案第22号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第22号は原案の通り可決されました。日程第21議案第23号平成31年度双葉町公共下水道事業特別会計予算を議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑は予算説明書で間ごとに再入から行います。3ページです。第1巻分担金及び負担金、第2巻使用料及び手数料、第3巻繰入金、第4巻繰越金、第5巻諸収入、歳出に入ります。5ページです。第1巻公共下水道事業費、第2巻交際費、第3巻予備費、質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決をいたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。議案第23号について原案の取り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第23号は原案の通り可決されました。日程第22議案第24号平成31年度双葉町介護保険特別会計予算を議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑は予算説明書で間ごとに再入から行います。3ページです。第1巻保険料、第2巻使用料及び手数料、第3巻国庫支出金、第4巻支払い基金交付金、第5巻県支出金、第6巻財産収入、第7巻給付金、第8巻繰入金、第9巻繰越金、第10巻諸収入、歳出に入ります。8ページです。第1巻総務費、第2巻保険給付費、13ページにあります。第3巻財政安定化基金拠出金、第4巻地域支援事業費、第5巻基金積立金、第6巻諸支出金、第7巻予備費。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わり、討論を終わります。これより採決いたします。この採決は規律によって行います。お諮りします。議案第24号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立
全員です。よって議案第24号は原案の通り可決されました。日程第23、議案第25号、平成31年度双葉町後期高齢者医療特別会計予算を議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑は予算説明書で間ごとに歳入から行います。3ページです。第1巻後期高齢者医療保険料。第2巻使用料及び手数料。第3巻繰入金。第4巻繰越金。第5巻諸収入。歳出に入ります。6ページです。第1巻総務費。第2巻後期高齢者医療広域連合納付金。第3巻保険事業費。第4巻諸支出金。第5巻予備費。次ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決いたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。議案第25号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第25号は原案の通り可決されました。日程第24、議案第26号双葉町教育委員会教育長の任命についてを議題とします。教育長。本議案につきましては、人事案件であり当該者として、退席をいたしたく、議長の許可をお願いいたしたいと思います。ただいま教育長立石田明夫君から中座の申し出がありましたので退席を認めたいと思います。教育長退席です。直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決いたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。議案第26号について同意することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって議案第26号は同意することに決定しました。暫時協議します。会議に戻します。日程第25、諮問第1号、人権擁護委員の推薦につき、意見を求めることについてを議題とします。直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより採決をいたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。諮問第1号について適任とすることに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって諮問第1号は適任とすることに決定しました。日程第26、
請願の審査報告を行います。付託した請願について所管の委員長から報告を願います。請願第1号、福島県最低賃金の引き上げと早期発行を求める意見書提出請願書について報告を願います。産業厚生常任委員長、菅野博之君。はい、5番。5番、菅野博之君。産業厚生常任委員会の報告をいたします。本定例会初日、当委員会に付託された福島県最低賃金の引上げと早期発行を求める意見書の請願について3月7日委員会を開催し審議を行いましたので、その報告をいたします。請願趣旨にあるように、現在の福島県最低賃金は平成25年に政府が決定した経済財政運営と改革の基本方針並びに日本最高戦略で引き上げが示され、また平成28年6月に毎年年率 3% 程度をめどとし、 全国過剰平均1000円を目指す目標が閣議決定しました。県の最低賃金は時間額772円であり、全国で31位と低位にあり、政府が目指す全国加重平均から見ても極めて低い水準であります。内需拡大や日本経済のデフレ脱着を図り、持続可能な好循環、さらには本年10月に予定されている消費税率の引き上げの影響や県内の労働者生活者のセーフティーネット強化や内需拡大を維持するためにも最低賃金の引き上げが必要であります。本県復興をより加速的に促進させる上でも、最低賃金の引き上げによる一定水準賃金確保による労働力の確保、さらには若年層を中心とした労働人口の県外流出に歯止めをかける上でも非常に重要であります。また一般労働者の賃金引き上げを時期を踏まえ、最低賃金の改定諮問時期を可能な限り早め、早期発行に努めるべきとの委員の一致した意見でありました。以上のことから請願の願意は妥当と認められるため、皆様のお手元に配布しました請願審査報告書の通り、委員会として採択すべきものといたしましたので、よろしくご審議お願いいたします。ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより請願第1号を採決いたします。この採決は規律によっては行います。お分かりします。請願第1号について委員長報告の通り採決と決定することに賛成の方は起立願います。起立、全員です。よって請願第1号は延長報告の通り採決することに決定しました。日程第27、発議第1号、福島県最低賃金の引き上げと早期発行を求める意見書案を議題とします。提出者より提案理由の説明を求めます。提出者、菅野博之君。はい、5番、菅野博之君。
提案理由の説明を申し上げます。本日の本会議において請願が採択されましたので、発議第1号福島県最低賃金の引き上げと早期発行を求める意見書についての提案理由を申し上げます。先ほども報告した通り、福島県最低賃金は長期にわたり全国で31位と極めて低い水準となっております。平成25年に政府が決定した経済財政運営と改革の基本方針や日本最高戦略において最低賃金の引き上げ意向が示され、平成28年6月に毎年年率 3% 程度をめどに引き上げを行い、全国加重平均1000円を目指す目標が掲げられております。また本年10月に予定されている消費税率の引き上げや物価上昇などを考慮した引き上げが必要であります。本県の復興をより加速的に促進させる上でも、最低賃金の引き上げは労働力の確保、若年層の県外流出の歯止めからも重要であり、一般勤労者の賃金引き上げ時期を踏まえ、最低賃金改定諮問時期を可能な限り早め、早期発行を求めることを強く要望するものであります。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものでありますが、意見書については皆様に配布した案の通りですので、朗読は省かせていただきます。なお、意見書の提出先は内閣総理大臣、厚生労働大臣、福島労働局長であります。よろしくご審議お願いいたします。提案理由の説明を終わります。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより発議第1号について採決いたします。この採決は規律によって行います。お分かりします。発議第1号について原案の通り決することに賛成の方は起立願います。起立全員です。よって発議第1号は原案の通り可決されましたので、関係機関への意見書を提出します。日程第28議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題とします。議会運営委員長から会議規則第75条の規定によってお手元に配布しました本会議の会期日程と議会の運営に関する事項について閉会中の継続調査の申し出があります。お分かりします。委員長からの申し出の通り閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって委員長からの申し出の通り閉会中の継続調査とすることに決定しました。日程第29議員派遣の件を議題とします。お分かりします。お手元に配布した通り議員を派遣することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議員を派遣することに決定しました。お分かりします。ただいま議決されました議員派遣の件について、派遣事項の変更等については議長に委任されたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって派遣事項の変更等は議長に委任することに決定しました。以上をもちまして本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。これで平成31年第1回双葉町議会定例会を閉会します。ご苦労様でした。